マヤの日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば歴史は繰り返す、昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。12月10日、今日は何の日？1882年の今日、東郷重則が生まれました。東郷重則は太平洋戦争の開戦時と終戦時の2回外務大臣として外交交渉に当たった人です。東郷重則は鹿児島県の出身と聞くと、東郷平八郎のご親戚？違います。歴史をはるか遡って豊臣秀吉の時代、朝鮮出兵の時、薩摩の島津義弘が捕虜として朝鮮人の投降数百名を連れて帰国し、その人たちが住んでいる村がありました。いわゆる部落ですね。その人たちは朝鮮の風俗の保持は許可、日本名を名乗ることは禁止、他所との結婚は禁止。しかし他所からの乱暴狼藉からは守られていました。重則はその村の生まれ、つまり朝鮮人の末裔でした。子供の頃の姓は僕、パクかなと言いました。明治維新後の人身戸籍では平民とされ、村の男子は士族への編入を願い出ていました。その中に重則の祖父もいましたが、最後まで願いは聞き届けられませんでした。その後、困窮した武士から株、つまり武士となる権利を購入して、重則は3歳の時から東郷姓を名乗ることになりました。重則は部落の人として激しい差別を受けながら少年時代を過ごします。屈辱に耐え、ひたすら勉学に打ち込み、重則は常にトップの成績を収めました。鹿児島県尋常中学校、旧制第7高等学校増資館を経て、1904年、東京帝国大学文化大学ドイツ文学科に進学しました。重則は在学中に肺結核を患い、1年間大学を休学して療養します。その時出会った娘と恋に落ち、結婚を約束する仲になったのですが、娘の両親は興信所を使って東郷家の身元調査をしており、重則に朝鮮の血が流れていることを理由に2人を引き離しました。このエピソードにより重則は正真正銘の日本人になろう、そのためには命がけでこの国のために貢献しなくてはならないと考えます。そして当時最難関と言われていた外交官および領事館試験に3度目の受験で合格し、1912年に外務省に入省しました。1919年から21年まで対独使節団の一員としてベルリンに赴任。この時のドイツは第一次世界大戦敗戦後でした。1937年から38年に中独大使として赴任した時は、ナチスが勃興しており、ユダヤ人迫害が顕在化していました。ナチスは日本と手を結びたがりますが、重則はナチスに嫌悪感を示したため罷免され、1938年中蘇大使に異動となります。事実上の更迭です。1940年には日独伊三国同盟が調印され、重則の思いとは裏腹に日本は戦争に向かっていきました。1941年、東条英機内閣が成立すると、東条英機本人から重則に対して外務大臣就任依頼がありました。重則は非戦論者、東条は主戦論者です。
この依頼の裏には米英との協調を希望する天皇陛下のご意向がありました。東条英機は天皇崇拝者なので天皇陛下のご意向を無視できなかったのです。しかし戦争は回避できず、太平洋戦争が勃発します。重則は今度は早期終結のために外務大臣としてとどまろうと思っていましたが、1942年、大東亜共栄圏構想を推進する東条英機内閣に見切りをつけて外務大臣を辞任しました。徐々に敗戦の色が濃くなる中、1945年、鈴木貫太郎内閣が成立。この時期、誰もやりたがらない役回りである外務大臣に重則は就任しました。当時、陸軍内で蔓延していた日本に降伏はありえないという精神主義の中、なかなか戦争終結に向かうことができません。当時、陸軍は本土決戦も辞さない構えでした。重則は、天皇陛下は戦争の早期終結を望んでおられると確信していました。そうこうするうちに、広島、長崎に原爆が投下され、鈴木貫太郎首相は戦争終結に向けて動き出します。陸軍を抑えるには天皇陛下のご聖断を仰ぐしかない。天皇陛下は、外務大臣の意見に同意する、ときっぱり述べられ、終戦を迎えました。戦争回避と終戦工作のために、重則は文字通り命を削っていました。階段の上り下りもできないほどに衰弱した重則に、永久戦犯として禁錮20年の判決が下されます。獄中生活で、重則は日に日に衰え、1953年、67年の人生を閉じました。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。